りあえず白飯だ。とりあえず白ご飯をやります。いつものごとくいつものごとくやりますよ。白ご飯マジ炊飯器欲しい。今一番欲しいのが炊飯器かもしれん。よいしょ。多いかな、うん、よし、うん、ありものありものっていうかなんていうの、冷蔵庫の中に保存していたもの、よし。皆さん今から35分測っていただいてもよろしか。どうぞどうぞ35分。よし、 iPhone とか、はい、あるわ。よし、タイマータイお願いします。まずはいつも通り洗い物からです。もういつも洗い物から。まあいいんじゃないし、いつもと画角違っていいですね。本当に違う？なんか、なんか待って、めっちゃさこんな感じか。 iPad が倒れそうになった。ダメだ、やっぱダメだ。三半規管が弱すぎてさ、三半規管弱なんだけど、いつもよりアップです。マジ？なんか何なんだろうな、何がどうなってんやろ。よし、いつもの通り。今日も耐久するんですか。今日いやね、あれですね、あのあと終わった後、やっぱ三半期間ダメだなってなって、あの袋を横に置いて寝ました。何かあった時のためによく寝れました。顔色お下げです。やっぱ昨日顔色ちょっと良くなかったよね。最後の方わかんない、どう思われてたかわかんないけど、良くなかった気がするんだよね。1が100回しかできないよ、本当にバカすぎ。うん、ちょっとね、ちょっとあれ辛いかも自分的に。あれ原神とかドラクエはさ、まあ原神もちょっとちょい酔いぐらいあるかもしれないけどさ、もう眺めって感じかな。眺めって感じですよ。でも今日はね、早い時間にやるから割とポリントも漏れるんじゃないかっていう気持ちなんですが、どうでしょうか。朝とかアペックスの職業、アペックスの人たちが来るからね。よいしょ。ま
だ昨日のアーカイブ6時間残って6時間昨日何時間やったの結局私結局白滝と原君言ってんの猫卵か意外とないんか足りるかな白ご飯待ってでもさいちごジャムとかあるんだけどパン買ってくれるかなベーコン行くかクロステイ痛い痛い痛いさあ私さベーコンご飯めっちゃ好きなんだよねベーコンとご飯だけみたいなベーコンご飯の準備してとりあえずベーコンだけやっちゃおうかで大根やりつつ白滝を作る。白滝。誰だったい？FPS で9時間すごいやでも20時間やってたからね過去に過去あたくちの過去お酢と白だしとお醤油これを混ぜて何かお酢少なかったんだよね美味しい。ね。夏髪が。うまい大根と梅干しのやつです熱っマジでパンシェめぼしの種何個入れたっけめぼしの種
わ、うまそう。3日間ぐらいもう汁漬けにされてるから、ね、大根もギュンギュンギュンだよ。最高です、ありがとうございます。簡単手料理素敵すぎます。手抜きっつうんだよこれ。誰に文句を言われるでない。ただ一人でうまいと思うものをうまいと思うだけ食べる、それが俺らのマイスタイル。どうしようかな。好きん、遅れた。プリゴスで入金してきました。 Thank you。 プリゴスの5th stage 10月か、楽しみだな。プリゴスの 5th stage、 ふんふんふん。うま、マジで大根。なんか今給水してんか。給水まだ全然10分ぐらいしかなってない。どうしようかな。うん、食材もあんま買ってないんだよね。海干しうますぎ。柔らかくてうまい。あったかい。なんかなんだろう、うまはげ。この特に寒いわけでもないし、あれだけどなんかわかんないけど包み込んでしてくる、包み込んでくれる感じがしていいね。なんだっけな、なんだっけあの人、あの龍が如くさんのエピソード出るみたいなやつに出てくるさ、おっちゃんが言ってきたもん。英語だが B 語だがの黒毛和牛とかいっぱい食べてきたけど、汚いおでん屋のなんか90円の大根が一番うまいって。わかる、共感って思ったもん。と水が一番うまいって話だもんね。しかも自分の味付けで作れるっていうのが一番最高。どない、柔らかくなってます。汚いおでん屋さん、そう、汚いおでん屋が一番うまい。ないんかなおでん屋。
浅草。もう名店とかじゃなくていいんだよ、その辺のおじちゃんがやってる家で、家じゃない、その辺のおじちゃんがやってるおでん屋さんでいいのよ。適当に切られたみたいな。無口な代表。それでそれがいいんだよ。駅前ののれん屋台くぐると、いやそうだよな、一人ですみたいな。で隣に座った、OL のお姉さんに買われるようになりたいな。わかる。住んでる町の開拓で見つかるやつ。いや、うちの町にはないな、そういうの。うますぎ。おでん屋に来る OL とつながりたい。つながりたいと思い出したけどさ、サラ三昧って配信終わっちゃったのかな。え、アマプラかな、アマゾンプライム。サラザン、あ、待って、これできないやん。サラザンマイ、なんかサラザンマイ見たいな、なんか浅草、浅草みたいなの最近聞いて、浅草と言ったらサラマ、サラザンマイじゃねって。意外とバーとかスナックのご飯が美味しかったりする。え、そうなのかな、わかんない。でもなんかなんとかコンセプトバー、コンセプト、コンセプトカフェとかコンセプトバーとかの姉ちゃんが作るなんかナポリタンとか食べたいよね。なんかわかんないけど、なんかわかんないけど、ナポリタンとかカレーとかなんか食べたくない。久しぶりにそのパーカー見ました。これね、ハートがついたやつ。もうこれね、かれこれもう何年ぐらい着てんの。これめっちゃいいんだよ。前焼きのジップのパーカーってさ、なんかわかんないけど買わないんだよね。この薄さと、めっちゃ薄いし、もうテロンテロンめっちゃ汚いんだけどさ、この薄さがいいんだよね。お腹キロキロだって。これあと白ご飯、ちなみにあと何分ですか皆さん、タイマーの皆さん、タイマーの方々、16分くらい、結構経ったんだ。
意外と。もう今愛子のキスハグめっちゃ流れてる。夏髪がおおぎる、めっちゃ流れてる今愛子。じゃ、飲みた。洗いたてのコップで水飲みますか。そう、待って、みんなに聞きたいんだけどさ、結局さカラオケって何歌えばいいの？そ、うん、待って、そういや昨日、あ、こう APEX の話はまたちょっと YouTube でやるから YouTube 来て。何歌えばいいのカラオケって。この間さ、めちゃくちゃ仲いいと思うしさ、カラオケ行った時にさ、もうお互いになりふり構わずさ、欲望のままに歌ってたからさ、レインボーローズ、レインボーローズ、あー出た、私さ、偏りあるからこっちに入ってるやつ。ドラえもんの歌、おっさんは昭和歌謡を希望します。なるほどね、やっぱあれか、君はバラより美しいってわけか。誰と行くかで変わりそう。そうそうそう、誰と行くかなんだよね。もうな、まあ、一人で行くときはもうガンガンさ、もう感情とか赴くままにさ歌うやん。だけどさ、じゃあ例えばさ、島根県民はヒゲダンとサウシー歌いがち。馬ぴょい、あ、馬ぴょいね。いや、じゃあ同世代の友達編と、同世代の友達編、同世代の友達編、若い子のイケイケ編、おじさん編、おばさん編、あと何だろう、男落とす編。キモ。同世代だったらジョジアニメ行って、あ、キラレボ、キラレボとか、あとなんだっけ、お邪魔女でしょ、セーラームーン、さくら、ドレミ、プリキュアの、あの初期のプリキュア、二人はとかのプリキュアじゃない。男を突然、チェリーはいかがでしょう、恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。おお、なるほどね。桃の花びら、うわいいね。確かにユイは熱いっていう話をね。アニソン、アニソンは何編？よ、自分の欲望編？アイコ、やっぱアイコだね。老若にゃんにょ、老若にゃんにょ、
ちやほや編は。もう欲望のままに歌いたいんだけど、カラオケなんか。あ、すごい姿勢の高い。いいと。演歌。隣のトトロ、なるほどね、なるほどねっていう。トトロいいね、確かに。ツーグラル階級冬景色いいね、スマップ、スマップいいね。東京事変、東京事変はなんか。あれじゃない？でも確かに今考えた、今下心の気持ちで考えたけど、東京事変歌ってる女の子いたらちょっとときめくよな。なんかちょっとときめくよね。あのうちさじていく、まあ、惚れるな。それはピンクレディ、ピンクレディいいね。人間っていいなを締めに歌うと無駄に盛り上がります。わ、めっちゃいいね。僕も帰ろう、お家へ帰ろうってね。そしたらなんか強制的に帰ろうってなるからいいかもね。キヨシ、キヨシいいね。限界突破サバイバー歌うよ。ドゥトンバッタポンザッタポン、ドゥトンバッタポンザッタポン、フォッフォー大好き。あれ接待用に白ミチルを、ジョーミチル振り付け付きで覚えました。逆に女落とす辺は何歌えばいいんだ。猫でしょ、猫ね、なーたーだよでしょ。わかんない、何がいいの、何がいい。女、女いっぱいいるでしょこの配信。出そう、女、女編、女音編。魔女宅、 BTS とかじゃないんですか魔法の絨毯、ドライフラワー、あ、ドライフラワーいいね。優しさとでしょ優しさといいじゃん。もしいつかだ、 J-POP、 あいみょん、いいね。リトグリ、あ、リト、愛しさと切なさと心強さと、モンスターかな知らんけど。12時を少し過ぎるから、私はキンキ歌われたら嬉しいですが、なんだっけ、思い切り抱き寄せられると心あなたで、愛の塊、愛の塊ってサブスクある、あ、え、あるけど、これ何、カバーか。あなたでよかったと頼む、クリスマスなんて、YouTube でちょっと探そう。逆にどうなん、女が愛の塊歌ってたら、おもーってなる？色気マックス。
いろんなバージョンあるじゃん。ハヒの塊で。やっぱいいな。高一お兄さん。おお、石塚かりん金玉発言。石塚かりん2があるわ。祖母と一緒に嵐のオタクしてた時期があったので歌ってたら喜んでくれました。アンジュナインの方めっちゃ癖強すぎてあ行が歯になってるの草。ハヒーのカーたまりハヒーのカークリスマスなんていらないくらい日々がハヒーのカーいいじゃん。なんかないかな。モテる歌。やばいやばいやば。ランキング。マカロニ鉛筆。チルキッズ、オルタナティブ、ボーカロイドベスト、モザイクロール、カケロデイズ、パジンよ、パジンよ。サマータイムレコード、いいね。お月見リサイタル、やば、えぐ。ちょっと待って、お月見リサイタル聞いていい？パお月見リサイタルよ。やってんのかな。気まぐれロマンティック、いいね。うわやば、気になってる。画質が良くないあたりめっちゃいい。高校生の時
いいお月見リサイタル、めっちゃいいんだけど、こんな久々聞いたわ。やっぱもう欲望の前に歌おう、カラオケなんて一人でも行きます。日差しがブルーになる、君のことやっぱ正直心配だ、僕には。いいね、久々になんかこうぐっ、まあ、久々って、まあ、どの曲もグッとくるけど、グッときたね。欲望編、欲望編、お金払ってるし歌いたいの歌いましょう。本当だよね。君のこと僕にはダメだよきっと、だから信じる君だから、結論カラオケは一人で行くもの。本当だよな。いや、まあでもね、みんなで行くのも知らない私入れて楽しいけどね、めっちゃ、あこの人こんな歌い方すんねやとかさ思うよね。私は思うわ。とか、え、この曲めっちゃ歌詞よくねみたいなさ、久々に聴いたみたいな、今日聴かなかったら一生忘れてたみたいな曲とかさ、あったりするよね。っていうのは大人に友達をいただいたわけだね。いいことだなって思った。よし、そろそろベーコンやるか。どうやって歌ってもまた思わない。ハサミで、ハサミで切る。ベーコンご飯。チョキ。チョキ。チョキ。ベーコンってさ、あ、ダメか、炒めなくてもよかったんだっけって言おうとしたんだけどさ、ベーコンダメか、一応昨日はお姉さん味が強くて好きだったけど、今日は幼めで可愛い好きです。結局好きやないかい。よいしょ。結局好いてくれるやないかい。ベーコンご飯はベーコンと炒めるの？うん、違います、まあ、ウインナーご飯も好きなんだけど、ベーコン炒めるじゃん。ベーコン炒めてそれをご飯にのせるだけなんですよね、実際。
コンのせ、ベーコンのせです。作ってたしらたき、私いつもベーコン炒めるときにさ、わかんなくなるよね。ベーコンこれいつまで炒めればいいの。いただきます。しらたき冷麺です。ダイエット食。やりたいなっていう人でもいいし、私は普通にねダイエットはでも食べたいと思うぐらい好き。白滝冷麺、冷麺めっちゃ好きだからさ、うますぎ。大体いけたなと思うよ。うわ、私がさベーコンをさ大量に余らせてしまったのが一番の原因なんだけど、ベーコン多いわ。めっちゃ多いよベーコン。なんだポテトサラダにベーコン入れようとしてたんだっけ。このベーコンなんだっけ、なんで買ったんだっけベーコン。覚えてる人いる？私がなんでベーコン買ったか。前回何に使ってた？それかな。
朝余熱で焼こう。パンにのせたいだっけな。パスタに入れてたよな。パスタに入れたんだっけ。ほうれん草があったからほうれん草とベーコンとみたいにやったんだ。ほうれん草とベーコンとやってたんだ。あと1分でできるわ。塩コショウ振っちゃおう。入れすぎたかも。よく覚えてたね君たち。本当に本当にすごいと思った今。めっちゃゲップしちゃったけど。胃ちっちゃくなったんかな私。大根とさ、なんかピーン濡れてんだけど。めっちゃキモいんだけど。あ、できた。よいしょ。熱っ熱っ。パカリ。うまいっしょ。地震だった？嘘。地マジ？本当？本当だ。千葉県だって。もうなんかさ、これ絶対ダメな話なんだろうけどさ、最近、まあ地震多いじゃん日本って。ずっと多いんだけど、多すぎて、なんか例えば寝てる時に地震来たとしても、ああ地震だ起こされたとか思っちゃうようになったんだよね。警戒できないんだけど、もうちっこいの多すぎて。自分あっつ 3.11 で、その非常階段がくっついて離れてくっついて離れてっていうなのを、実際怪我とかさしてないからだろうけどさ、なんかまだまだ自分警戒できてないんだなってめっちゃ思う。めっちゃお腹いっぱいなんだけど。せっかく作ったのにベーコンご飯全然気づかなかった。
え、寝てる時今日地震あったんだとか気づいたみたいなのさ言い合ったりするやん。学校とかの時もさ、昨日の朝地震ありましたねみたいな、え、そうなのみたいなさあったりとかさしたけどさ、実際それってさめちゃくちゃ危ないことでさ、ベーコンご飯もそう、なんか警戒しないといけないのにさ警戒できてないからさ、あー自分まだまだだなってめっちゃ思う。自分まだまだ変、自信って感じ。よいしょ、これはいなー、3本も使っちゃった、ご飯で。よし、食べるか。向こう行くか。向こう準備してあるかな。でもお腹いっぱいすぎて、座って食べたくなっちゃった。じゃファンの人がスプーンにしよう。待って待って、全然準備できなかった、ご飯の。一旦ちょっとそっち行ってもらって、いいんじゃないか。本日の友だよ、みんなの大好き。よいしょ、今何分、30分くらいじゃない。全然1時間経った、余裕で1時間経ってます。はあ、今日ワクチン打ってから爆睡してたから朝しか食べてないので飯テロすぎます。はっはっは、なんかめっちゃ曇ってんだけど。19時54分のトノーベーコン、ベーコン卵ご飯です。これ朝食に食べるとうまいんだけどさね。配信してると見れてると早いですね。早いね。ちょっといただきます。ベーコンご飯うま。やっぱ家のひもじいご飯ってめっちゃうまいよな。ベーコンから出た脂がご飯に染みてうまいぞ。めっちゃうまいんやろ。うわ、そこにマヨネーズぶち込んだらすごそうですね。そういうことなんで言うの。なんでそういうこと言うわけ。ほんと考えらんないんだけど、
絞り出してかけるわよ。いただきます。うわめっちゃかけちゃった。最高。これうまいんだよな。決まる。どうしてすき家とか中尾とかはこれを出さないのか意味不明。意味不明です。意味が不明です。バーナー持ってこよう。バーナーはさすがにうちにはないよ。バーナーさすがにうちにはないよ。ベーコンと卵とマヨネーズってコスパ悪いのかな。すぐ出せないみたいな感じ。超うまいすぎるんだけど。震える。マヨネーズが卵だから。なるほどね。あーま、食ってみろ。飛ぶぞ。はい。あ、はあ、幸せ。こういうのを幸せって言うんだな。ドン。うまい。ダンスタダンルダン、もういいかい、まだだよ。どんな感じかな。明日日本からベーコンがなくなる。なくなれ、なくなれとか言って。実家何もせずにご飯出てくるから大好き。実家はそういうもんよ。でも石塚家はね、夜ご飯とか昼ご飯各自っていうシステムだったからね。各自自分が食べたいものを作るっていう。家にある食材で。父親が家にお肉とか野菜とかをつどつどで補充してくれてて、でそれをこう活用して各自で食べたいものを作るって感じで、私が作ってた時にご飯をね、弟とかが帰ってきてたら食べるみたいな、今作ってるけどみたいな、で食べるみたいになって一緒に食べて、で逆に私がぐうたらしてて、弟がなんか作ったら、おなんかちょっと多めに作ってよ、それ私も食べたいって言ったら一緒に食べるみたいな感じ。まあその弟が言ってくれる時もあるけど、ね、なあなあって、豚汁食べたいって言うから、うん、なんか食べたい気持ちすんなとか言って、
うちはもう各自っていうシステムを導入してます。だから強いと思う、ご飯に関しては。たまに鬼失敗するけど、結構割と何割といけ、待って、マヨネーズかけたよさっき。私うますぎるんですわ。ゆるきるゆるきる。班長おすすめの自作味噌汁は何ですか？なめこと豆腐。なめこ、これさ、この間も話したんだけどさ、わかんない、誰に喋ったか忘れちゃったけど、なんか小学校かなんかの調理実習の時に、まあ、班の班で班、その班、その自分の班で一つの鍋でお味噌汁を作るっていうのがあって、うん、その班の中で具材を考えて、じゃあこれとこれとこれにしようとか決める班もあっていいし、もう各々が好きなものを持ってきてそれを入れてお味噌汁にするっていうのもでもいいみたいになってたんだけど、うちの班は各々が好きなものを持ってきてやろうみたいな、各々が好きなものを持ってきて作る方式だったんだけど、私はさ、なめこが好きだからなめこを持ってったの。私のなめこのせいでね、まあなんか闇味噌汁、そうそう、コメントにもあるけど、私のなめこのパンチが強すぎてね、まあ闇鍋みたいになってめっちゃおもろかったねあれ。私以外の食材で全然成り立ってんのに、そこにナメコが投入されたた事件が起きて、まあまあだったね。ナメコは豚汁に入ってたら強そうなん、強いんですよね。あ、そうなの。でもまあナメコがね、こう味噌汁を闇に葬ってた感はあってね、よかったねあれ、懐かしいな。なめこの味噌汁うまいんだけどね、みんなでやったらダメなんだよ。ハンの子に何かやりました？ハンの子はね、優しい子が多いからよかった。小学校の時はもう優しいハンだったな、みんな。中学校になってやたらなんかね、席替え何回もするようなクラスだったんだけど、やたら隣になるね、隣の席になる人がいてね、まあ、その人とはね今でもねめちゃくちゃ仲いいんだけど、最高だったね。
私授業中平気で寝るタイプだからさ、平気で寝るからよく叩き起こされてた。ペン痛いみたいな。寝てたじゃんみたいな。でおい寝てたのかよって怒られるっていうね。はい、懐かしいな。半分けの時は好きな人といつもタイになっていました。切ない切ない切ないないない切ない切ない切ないないない。いつも足と足で泣いてましたね。切ない切ない切ないないない、だけど愛おしい。ちゃいいやん。席替えで不思議とずっと近くになる人います。そうそうそう、そいつがそうだったんだよ。またみたいな、めっちゃ隣じゃんみたいな。でもなんかもうマジで仲良かったから、なんかまあいっかって感じだった。なんか新鮮味ないけどみたいな。授業中の時叩き起こしてくれるっていうだけの信頼感はあるし、よろしくみたいな感じだったね。6年間一途に一筋に好きでしたね。切ない切ない切ないないない、だけど愛おしい。ちょっかいかけてくるとかおらんかったん。いや、いないねだと私気強かったもん。気強かったもん私。普通にメンズ泣かしてたもん。どう、イメージ通りですか、解釈一致ですか。そう、通知表に嵐のような子と書かれるくらいだから全然泣かしてた。口癖でうるせえって言ってそうです。いや、私うるさいって言われてたの、逆に。めちゃくちゃわんぱくだったね。もう本当にわんぱくだった。絶対負けなかったもん。負けたくないし、そんな泣くこともなかったし。懐かしいな、小学校の時。いまだに言われんもんね、男の子泣かしてたよねって。はい。はい、その時からもう無理だったんだろうな。懐かしいな。でもなんか負けず嫌いすぎて、例えば運動会の時ちゃんとやってくれないメンズとかがいて、それで泣いてたら、もうちゃんとやってよ、なんでやってくんだよ、勝ちたいんだよ私は。もう熱すぎ、運動会に対する思い熱すぎ。懐かしいな。合唱祭の時私も泣いてました。合唱祭、合唱祭はでもなんかただひたすらみんなのこと褒めてた私は。え、めっちゃうまいみたいな、一番もうみんなマジ最高みたいな、うますぎるみたいな、優勝しかありえないんだけどみたいな、逆に優勝じゃなかったらマジでみたいな感じだったら全然優勝できなかったんだけど、ずっと褒めてね、お尻叩いてたね、うん、尻叩き班だったね。男子が全然歌ってくれない思い出しかないです。全然そんなことなかったね。
懐かしいな。ちょっと男子で泣いてる陽キャの女の子いたな。陽キャな、まあでもね、私陽キャだったのかな。だとしたら、いや全然いいんだけどな。陰になったのかな、わかんないな。体育祭でなんか陽キャな女がやるような応援団とかやってたもんね。もともと何の地図分かんないんだよね最近。それこそあかねちゃんに陽キャの人たちがさーっと指さされて、こうまとめてさ、こう指さされた回があったんだけどさ、全然暗いんですけどと思ったけど、でも自分の昔のエピソードとか思い出すとそうだよね。団長でも違和感ないです。やりたかったな。学ラン来てバンバンバンみたいな。誰かとお話ししてるときは陽キャっぽいのかも。アンチの団長はかっこいい。どうせやるならガチ勢の方がいいよ。だからガチだ、オタ、うん、わかんない、オタクだからかな。アスマさんにも明かりが明るいって言われてましたもんね。確かに言われてたね。なんで言われてたんだろう。でもさ、舞台のさ共演者ってさ、こう気張ってる時の私しか知らないやん。このなんていうの、こうわかる。だからさ、本質は知らないわけじゃん。あの人たちっていうか。寂しい話、私もそうだし、アスマもそうだし。なんだろう、でもさ、めっちゃいい話だよねって今思ったのはさ、もうさ、自分のファンはさ、自分のことを知りすぎてさ、もうフランクすぎてさ、わかる。いや自分マジでもうドインキャ、もう引きこもりなんだわ、シクシクみたいなさやってさ、シクシクみたいななっててさだけどみんなはさ、明るい私もさ、暗い私も知ってるわけじゃん。でもさ、こう裏の顔を知ってるはずであるさ、共演者の人はさ、石塚の私の本質を知らないみたいなさ、なんかそこわかんないよね。何が表で何が裏か、てん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 って感じだよね。だから結局本質なんてわかんないよね。私はファンにも共演者にもさ、自分のことを包み隠さずやってるつもりだけど、最近それがね、私の中で神枝がアンチ大阪東京、私今東京におる的なこと言ってた。
まあ、鳩は来てますけど、まあ、ファミレスに連絡してみよう。暗い部分を裏って言いがちだけど、そうとも限らないよね。なんか名言いただいたわ。名言っていうか、暗い部分を裏と言いがちだけど、そうとも限らない。記しとこ。とりあえずお顔小さいですね。関係なさすぎて好き。関係なさすぎ。うまいうまいうまうまい。人間って用途いいんだけど、分けられるほど単純じゃないですよね。単純な感情が渦巻くこの世界って感じ。ウェーイ、マジうまかったんだけど。歯の奥にベーコン詰まってる絶対。ポエってきた、もうポエってきたよ。本日のポエ、明日フィーバーソフィーバーフィーバーソフィーバーだ。本日の声です。アペ長時間する感じですか？まあ、長めって感じかな。待って、あ、長くやりたいけどなって感じ。でもさすがに今日はちょっと体力回復させた方がいいのかな私。まあ夜が明けるまでじゃない。夜明けるの何時？逆に元気。4時。ああなるほどね。ってことは11、12、12、13、まあ長時間になるのかな結局。ね、散歩行ってシャワー浴びてみたいな感じかな。夜が明けるかアンチが潰れるか。そう、あのさ、もうさっきも言ったんだけどね、まだちょっと残ってんだよね。で昨日さ、ちょっとさ、ちょっと気持ち悪かったからさ、袋置いて寝たもんね隣で。ポンって気持ち悪いかもしれないとか言ってさ、で私飲み続けた時さ、スーって言いながらさ、こうスハミング、ズーじゃないけどさ、って言いながらさ、こうスの時にさ、こう何だっけ、あいつアルコール抜けろと思ってさ、スーって寝るのね。それと一緒だったもん。でワークライフでは三半期間、でも
でもこの世で一番私が酔うなって思うのは、あの大阪のタクシー、仕事の時とかに乗せてもらうと私死んじゃう。2番目が悩むは東京のタクシー、毎回毎回東京駅から新宿までの道のり死んでた。もうね、これでもかっていうぐらい死んでた。その次は多分お酒だろうね。お酒のちゃんぽん、ウーロンハイ飲んだ後にハイボール飲んだらもう死ぬ。二度とシャバには戻ってこれないです。その次が FPS かな。でも確かに今考えたら、なんかフォートナイトを始めた時があって、その時 1,2 時間で気持ち悪くなってたもんね。タクシーの椅子がふかふかだから揺れが増すっていうのはあるかもしれないです。あ、そうなんだ。夜行バスは、バスはね酔わないかも。まあ、タクシー酔うでしょ、車酔うでしょ、あとロケバスも酔う。バス、大型バスは全然大丈夫なんだけど、ロケバス酔うね私。なんか一時期ロケバス嫌すぎて、あのあれだったもん、ロケバス嫌すぎてもうオールで行ってもうロケバスの中では寝るって決めてたもん。その割には 3D 強いね。エペックス？いやだからなんかもう何なんだろうね。アンチさんは固めなクッションが合ってるね。あ、そうかもしんない。ふかふかのベッドとか嫌だもん。だから私あの低反発の布団だったもん。いや硬いって低反発はって言われても、じゃあ高反発、なんかに昔ニトリでなんか低反発と羽毛布団のミックスみたいな、半々みたいな、ハーフ&ハーフみたいな、ピザみたいな言い方になっちゃったけど、のなんかハーフ&ハーフみたいな布団があって、それがね鬼硬かったの。でもね、私はそれが本当に良くて、高反発か、そればっかりだ、それで寝てたね。だから全然、まあ、床はさすがに痛いけど、今だってさ、もうこんなペラペラの布団にさ、床に引いてさ、あのもう独房みたいなさ家なんだけどさ、家にしたもんね、硬いの好きすぎて。だからさ、その昨日の話じゃないけどさ、石塚、まあ、この話、まあ、昨日もして今日もして 2連続でするんだけどさ、石塚あかりコンテストみたいな、石塚あかり大好きコンテストみたいな、グランプリみたいなの夢を見て、で一人ずつなんか32番なんか石塚あかりですみたいな、石塚さんの高校こういうとこ好きですみたいな、石塚あかりさん付き合ってくださいよろしくお願いしますみたいな、オーディション形式のやつで、結局なんかそのオチはその女の子が来て30何番なんか石塚あかりですみたいな、石塚あかりの高校こういうとこは好きです、でも本当に石塚あかりのことが好きです、石塚あかりさん結婚してくださいみたいな、うー飛び越えてるドヒャーの時にこうドーンってなって、行ってってなって起きたんだけど、それも薄いから痛かった
と思うんだよね。こう薄いからダン痛いってなったけど、だからそれぐらい硬い布団が好きっていう話。何回聞いても面白い。本当もう思い出しておもろい嬉しいんだけどこの話、みんな面白いつもりで言ってないからさ嬉しいです。静かあかり大好きグランプリの話ね、ここで受けてもさ周りでさ受けない可能性もあるよね。バーンみたいな。受けたいな、いろんなところで。ただ自分のファンにだけ、まあ、とりあえず受けて、自分のファンは何でもらってくれるもんな。これ自信なくなってきちゃうよみんな。これどこ出しても恥ずかしくない？内見の話してても、ここだから思う話、もう正直に答えてほしい。待って、やっぱ今日オレンジだよね。ファンデーション合ってないんだろうな。受けなかったらそれはそれでドヒャーわらドヒャーわらじゃないのよ。こっちは受けに来てんのよ。受けたいんだよ。バナ雰囲気やアンチの話術にもよるかと。ちょっと頑張ってみますか。じゃあドヒャーの言い方、ドヒャーの言い方、言い方ですか。オッケー頑張りますとか言って。ドヒャーはキラーワード。この話ドヒャーがあればいいってこと。じゃあドヒャー受けなんだみんな。石塚会大好きグランプリの話とかじゃないんだ。石塚あかり大好きグランプリ結局夢占いで吉夢ですみたいな出たけど、全然吉夢に、吉夢のなんていうの、吉夢の実感もないし感じだけどね。女の子で落とさんとダメだろう。どういうこと？女の子で落とさんとダメだろう。確かに女の子だったもんね完全に。そのグランプリメンズとか女メンズ、メンズ女女女メンズ女女メンズ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 女女みたいな、そういうもうマジでバラバラのオーディション形式の、なんかさ、なんだっけ、港町ドラクエイレブンのあそこみたいな感じだったんだよね。なんだっけな、ダーハルーネ、懐かしい。そうそうそう、ダーハルーネのこの奥のところなんですよ。うわ、ドラクエイレブンやりた。ダーハルーネわかる？ダーハルーネ、あんまダーハル受けなかったら布団と同じでアンチのこと守れないけどごめんね。うおー、うまいこと言う。ダーハルーネめっちゃ好きなんだよな。ソルティコ、ソルティコ行きたいな。わ、久々ドラクエしたくなっちゃったな。やるかドラクエ。あ、船で移動できる街ですね。そう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 、そ
ここのなんか奥にあったところです。あのアリスちゃんかなんかが船で迎えに来てくれたところ。アンチュ大好きグランプリがそこで行われてたの。でもその街並みに反してその人たち普通になんかこう無印みたいな格好で来てたもんね無印の店員みたいな格好で来てたからね。それが面白かった。私はあみたいな43番静香あかりですはいみたいな面白かったな。シャツにインスタイル、いやシャツにいいんじゃなくて、なんて言ったらいいんだろうな、私が好きな無印の店員スタイル。無印良品、店員、あーもうこの感じ、この感じ。無印店員メンズとか調べてていいかな。イケメン、いやイケメンじゃなくていいの。イケメンだとちょっと無理なんだけど、あでもイケメンでできてもそんなかっこよくないわ。あーもういいねいいね、うわっ無印の店員、いいねいいね、いやイケメンじゃなくていいね、メンズ、メンズ。わかる人いない、無印の島村スタイル、島村ス、あーもういいね、いいいい、めっちゃいい、めっちゃいい、無印系男子、無印男子とかで調べたらいいのかな、ハッシュタグ無印男子。あぶね、ハッシュタグ無印男子来い、無印男子になりたい、無印男子とつながりたい。うわいいね、めっちゃいいぞみんな、女たち、ハッシュタグ無印男子、いいね。弟にこういう格好させたいんだよね。弟洗脳しよう。いや今来てんのは無印男子らしいよって言ってこのなんか、なんあくまでもそのあの弟だから、あの弟だから、その あなたの素材を生かすっていう意味で無印の服を着るっていう男が結構ねいいらしいよ。どうこの言い方っていうのが今の流行りらしいみたいな。なんかさわかんないじゃん、なんかさ 5万円の T シャツとかさ着てさ、着飾ってもさ、なんかね見え張ってるだけだしさ、こっちわかんないしさ、え自由ですかってなるじゃん結局、5万の T シャツ着てても。だから、まあ、パ無印よと。どう無印教育、パ無印よって、もう一生スーツ男子でいてほしいです。わかる、ちょっと待って、おすすめのさ TikToker 教えるからさ、ちょっとあのたしなんだよ。最近私が見つけたね人なんだけど、あこれですね、オーガストさんって人で、ん AUGUST あのスーツで踊ってる人なんだけど、東京で踊ってる人、サイと申します。あ違うわ、サイソウヨウ、なんだろう、わかんないけど、なんか日本の名所、京都とか大阪の通天閣とか、その梅田のさ
ステップ前のさ梅田って書いてあるとことかで、グリコの看板とかで踊ってる人がいいんだけど、うわめっちゃいいね、めっちゃいいです、はい、おすすめです。神のマニマニをね踊ってるやつがあって、それが私は好き。いいね、ここ好き。あ、ここ好き。あ、ここ好き。ヨーのとこが好き。ヨーのとこが一番いい。あオーガス京都へ来ましたっていう5月3日の投稿見てください。めっちゃいい。足長いんすよ。いいね、いいね。身長何センチだろう。インスタ見ちゃおう。うん、あれだね、マスクイケメンだねこれは。マスクイケメンではある。いや何センチか教えてください。ちょっと移動、これ一番バズってるやつ見るか。雷門、いいね。顔はやっぱりイケメンやん。いやいや、マスク美人、いや、いやかっこいいと思いますよ。かっこいいと思うけど、私はマスクしてる方が好きかもです。わかりますかこの感じ、うん、かな。この方にチューリングラブ依頼してみては。こっちもスーツでみたいなね、こっちもスーツでみたいなね。いいじゃん、ちょっと待ってガチキモすぎ。私今の私の流行りです。神のマニマニ踊ってるサイさん、スーツどんなスーツがいいんだろう。スーツ女子パンツの方がいい？ミニスカ？なんか女社長ってさ、なんかキャミでみたいなさ想像するやん。これ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 ではなく、どのスタイルが、やっぱシャツ？普
通のシャツがいい。新卒時代買えばよかった5000。むずいな、スーツ。いや、スーツいいね。スーツ作りた。オーダーメイドスーツ。ビン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 みたいな。スーツ着てモテてー下心を。シャツに、ん？シャツに黒ジャケットにパンツスタイル。パンツスタイルね。オーダーメイドスーツやっちゃいますか。やっちゃいますか。オーダーメイドスーツ。オーダーメイドスーツ女。自分自身に惚れ、あ、まあ、でも44分、あと15分後には YouTube 始めるので、ちょっとこの辺にしとこうかな、今日のライブ配信は。喋っちゃうと無限に喋っちゃうからね。お願いします。ということで、今日もありがとうございました。あと15分後くらいに YouTube で会いましょう。バイバイ。さよなら。またスーツの話しようね。